かぼちゃコロッケを作りました。いただきます。そのままでいただきます。お醤油かけてみます。ケチャップでも食べてみます。ミンチと玉ねぎ入り、甘いねっとりとしたかぼちゃ、揚げるとジューシーで旨味たっぷり、肉感が強く食べ応えある満足な一品です。じゃがいもとは一味違う自然な甘みを感じられるコロッケです。とっても美味しいです。そのまま食べても十分美味しいですが、醤油、ソース、ケチャップなどお好みで召し上がってみてください。皆さんもぜひお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。